はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬鹿のことです。今日はアイロンの温度を測っていきたいと思います。ちなみにこれちゃんと測れるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。34度8分、これよりもちょっと高いですけど、まあちゃんと測れるっていうことが分かります。ラディアントのアイロンなんですが、1分30秒ぐらいは必要かなと思います。あの立ち上がるまで。ただ立ち上がりはちょっと早い感じがします。あの他のアイロンと比べて、これ今180度に設定してるんですが、温度としては 186.7。 これ不思議なこと分かったんですけど、うちで使ってるアイロンがちょっと古くなってきたせいかもしれませんが、数字が出ている真ん中右左で温度がちょっと違うんですよ。でこっちが真ん中とこっち側は高いんですけど、こっち側が低いんですよね。ちょうどこのハゲてる、ちょっとすみません、このツインブラシでハゲちゃったんですけど、ここの真ん中とこのハゲてる方は高温なんですけど、こっちがちょっと15度ぐらい低いんですよね。こっち側が真ん中が180の何度ぐらいで、同じちょっと低いぐらいですね。真ん中よりこうやって端っこがで、真ん中より5度ぐらい低くて、こっちが10度から15度ぐらいちょっと低いんですよ。なんでかは分かんないです。真ん中に当てると185ですね。で右側180、ほぼ一緒かな、ちょっとその時によって違うんですけど、で反対側当てると153度になるんですね。ちょっとこっち側だけ、だからこれ多分このハゲ方がこっちの方が温度が高いところがハゲてるのかなと思うんですよ。ここの温度とで、こっちハゲてないじゃないですか。だから温度がこっちが低いですよ。なんでかは分かんないです。やっぱりアイロンの中心の真ん中が一番熱が出てるっていうことです。まあ構造上しょうがないと思うんですけど、ラディアントはあの平均、僕のイメージなんですけど、平均してスピードが速かったです。上がるスピードが。ただここが180で点滅が終わっても、その温度には30秒ぐらいでなってたかな、ちょっとすいません違ったら。ただそれだとちょっとまだ足りなかったんで、1分30秒ぐらいは必要かと思います、その希望温度になるまでは。こちらアドストなんですけど、アドストですね。でこれもかなり使い込んでしまっているので、実際の測定としては正しくないかもしれません。180度でこれ今10分以上置いてるんですね。で温度ちょっと見てみたいと思います。これも不思議で、こっち側が熱高いんですけど、こっち側低いですよね。真ん中は一番高い、もちろん高いんですけど、こっち側が熱が高くてこっちの熱が低い、結構低いんですよ。これがなんでなのか分かんないです。ただこの、測定器が反射しちゃうとちゃんと測れないみたいで、ちょっとアドストの、アドストは30分置いて測ってみたんですけど、180度にならないんですよ。140とか50とかなので、ちょっとこの測定自体がちゃんといってない、ちゃんとしたメーカーさんなんで、アドスト自体が。なのでちゃんと180度出てると思うんですけど、測定不能ですね。ちょっとこの測定器だと何度やっても30分置いても無理でしたね。で今もこれもうかなり置いてるんですけど、今やっても一番熱そうなところで145度ぐらいしかならないんですよ、180度になってるのに。逆面も145度ぐらいしかならないですよね。やっぱり20度ぐらい、端っこになると20度ぐらい下がっちゃうんですよね。これが本当なのかどうかのがちょっと分かんないんですけど、やっぱり20度違いますね。センターと端っこで20度ぐらい違います、温度的には。で、真ん中が一番暑いので、ここが熱がある感じですね。アドストのこのちょうどマークが入ったあたりはしっかり熱が、設定温度が出てるのかな。でもアドストは何度測っても145度、50度、150いかないですね、180度でやって。ただこれがもう相当古くて使い込んじゃってるんで、ちゃんとした測定ができてないかもしれません。すいません、ちょっとそこはちゃんとしたメーカーなので大丈夫だと思うんですけど、この測定器では無理でした。150度しかいかなかったんで、もしそれが本当だったら、ね、180度で使ってたら、例えば150の馬力しか出てないとした場合、ちょっと危険ですよね。宿毛矯正とかやった時に思ってたよりちゃんと伸びないとか、そういうことがあるので、気をつけた方がいいかもしれないですね。
測定、さっき測定した結果があるんですけど、サロニアってあの安いアイロンあるじゃないですか。でこれサロニアさんのアイロンを試してみたんですけど、意外と温度に関してはプレートはちょっと置いといて、温度に関しては結構優秀で、このダイヤルじゃないですか、ここが。でこれ自宅で皆さん使ってるようなアイロンだと思うんですけど、一般の方も180度に設定しますよね、このダイヤル。これ曖昧だと思いきや、これはね、立ち上がるまで時間測ると1分30秒でぴったりになりました。結構温度上がるスピードも速いですね。で安定はしてます。それで180度になりました。これで測ると、使う場合は1分30秒を経ってから使った方がいいと思います。意外と温度に関しては安いアイロンですけど優秀でした。例えばこれ今ボタンを押しましたよね。これも同じでした。測ってみましたら、これもサロニアの丸いアイロンなんですが、測ると1分30秒で180度になります。やってみてください。これも180度にしっかりなりました。はい、ダイソンなんですけど、こちら185度になってますね。それで、これダイソンね、なぜかちょっとこの測定器が反射しなくてですね、幅があんまり広まらないせいなのか、時間を置いても100度ちょっとしかいかないでしょ、185度ってなってるのに。ただ反射してちゃんとした測定ができていないんだと思うんですよね。で、しっかりしたメーカーですので、多分その出てないってことはないと思うんですけど、ただ体温とかしっかり測れてるんで、間違いはないと思うんですけど、ちょっとだけ上がってきました。だけど110、いっても110かな。185度の設定で110度ぐらいまでしか上がらないですね、ずっと置いてても、例えばこのマックスの、210とかにすれば、210にしたらもっと上がるかな。はい、210度にしたらどのくらい上がるかちょっと見てみたいんですけど、こっちのダイソンっていう印がついてる方が熱いみたいです。このマークがついてる方が熱いっぽいですね。こっちの方が熱い。多分この温度差が、上と下の温度差が、あ、こっち上がってきたの、120近くまで来ましたね。でこっちが多分130ぐらいいってるんじゃないかな。そうですね、ちょっと測るとこでね、ちょっとダイソンのね、ちょっと反射しちゃうんで多分測れないんでしょうね、きっと。これは210度目指してるんですけど、120、まあ、宿毛矯正で使うのはちょっと厳しいと思うので、自宅のやっぱり、コードレスでできるんで、これ外せますから、やっぱり家でスタイリングしたりとか、そういうのはすごく使いやすいと思うんですよね。ただ矯正で使うのはちょっと厳しいかなって感じがあります。そうそう、まあ、この重いアイロンで矯正やってると腕が多分上がんなくなっちゃうと思うんで、まあ、もともとね、宿毛矯正より開発してるわけではないと思うので、目的が一般向けだと思うんであれですけど、なかなか上がらんですね。130までいかんな。ちょっとダイソンやめます。ちょっとよくわかんない。いや、今日撮影中にも5件ぐらい営業の電話かかってくるんですけど、電話で営業来るような会社になんかいらしたくないですよね。電話の営業本当にやめてください。本当にこの動画も一回切らないとダメなんですよね、撮ってる時間で。お客さんの時間も限られてる中でいつも時間取られるし、食事タイムとかも本当電話の営業入っちゃうと全部そこで時間取られちゃうんで、時間を奪う行為って本当やめてほしいです。はい、まあちょっとそこですいません、脱線しました。で、こちら、はい、ちょっとワイドのアイロン、結構ワイド系なんですけど、これ今180度になってまして、このアイロン、これ海外製のものなんですけど、海外製のものって言っても結構アイロンって実際、ぶっちゃけなこと言うと海外で作って、まあ分かんないですよ、ものによってはものによって日本製のものなんですけど、海外で作って日本用にこう加工して販売してる、中身はまあ海外で作って安く作ってるっていうのが結構大半部分もあると思うんですよ。結構美容機器メーカーとかエステの機械とかも、こういうものもそうなんですけど、例えば中国とか韓国とか、アジアの方で安く製造させて、で日本の側物をかぶせて日本製だって言って売ってる部分もあると思うん
のが結構多いんですよ、ぶっちゃけのこと言うと。まあそれはいいとして、じゃあまあこれ海外製の色なんですが、今180度に設定してます。で180度に設定してまして、だいたいね15度ぐらい低いんですよね。はい、まあ、10度ぐらいかな、時間経てば行くんですけどね。168か、180度に対して170弱ってことは 10度ぐらい低い、うん、10度なんで、まあそういう場合はプラス10度ぐらいで180度なら190でやったりとか、そういう調節ができる。まあ比較的ちゃんと上がってくれてると思います。何が言いたいのかっていうと、まあ、温度の部分から関してですけど、まあ、使いやすいと反り上がってるじゃないですか。これで結構グリップ効くんですよね。あとアイロンで一番大切なのがこの接地面ですね。これが開いてるとずれたりとか開いてると結構綺麗にアイロン仕組み矯正入らなかったりするんで、このグリップ、しかもこの反りが入ってるんで結構ちょっとの力で締めることができるっていうのも結構良かったりしますね。はい、ただ温度ちょっとプレートはなぜか分かんないんですけど、こっちのこの色が剥げちゃってる方の方が温度が真ん中の次にこっちが高くて、それでこっちが低い。これはちょっと構造上の問題なのか、うちが使いすぎて劣化してしまってるのかちょっと分からないです。かなり長く使ってるので、もっと使いこなしてるラディアントのアイロンなんですけど、なぜかこっちの方が色がこっちの方が色が、ちょっと取れてる感じなんで、温度がもしかしたらこっちの方が高いのかなって、ここが一番温度が高くてここが次に高いのかなっていうのがなんとなく分かるんで、でもこれをまあうまく使えばですね、プラスで使っていけると思うんですよ。じゃあ、10度低いんだったら10度高い方をどう使うとか、10度低い方をどう使うとかっていう風な工夫もできると思うんで、だから分からないです。測定がちゃんと測定できてないかもしれませんから、よくこの縛ってこのまま置くと断線しやすくて、僕も結構すぐ壊れちゃう、すぐ壊れちゃダメだ、断線してしまって修理とか出してるんですけど、ここ引っ掛けた方がいいですね。こういう風に引っ掛けた方がいいと思います。ここを引っ掛けちゃうと結構ね、すぐ壊れちゃったりすることもあるので、結構もう10台ぐらい使ってますけど、結構すぐ壊れるやつもあったりとかして、まあ、うちのね手入れの仕方が悪いだけなんですけど、結論から言いますと、ちょっと測定不能だったのがちょっとアドスト、プレート面のところにこれがうまく反射しなかったんだと思うんで、なんぼやっても合わないんですよね。もしかしたらちょっと低めなのかもしれない、設定が。アドストもね、やっぱりすごいアイロンで、この接地面とかも素晴らしいですし、このやっぱりなんといっても溝ですね、この溝が素晴らしいですね。はい、すごくいいと思います。なんで結構毛髪、まあ、最近流行ってる酸性縮毛矯正とかね、だいぶね、水分は飛ばしながらアイロン入れるようになってきた時代になってきてますけど、まだ伸びが甘いところだったりとかは、水分量を増やす、酸性縮毛矯正に関しては水分量を増やして、少しウエットのアイロンっていう部分もまだあるの、場合によっては使わないとダメなので、まあ、そういう時すごく使えると思いますね。まあ、うちのスタッフもそうなんですけど、この目、これ使ってますかね。これ結構ワイドなんで幅広でいけるっすよね。はい、なんで仕事がちょっと早いっていうので、このワイドのやつとあとこれ使ってます。アドスト僕は使ってないんですよね。ダメとかじゃなくて、うちのスタッフが使ってるのちょっとお借りしてます。はい、アイロンの温度も実際にその提示されてる温度より低い場合もあるし、高い場合はあんまないですかね。はい、低い場合もあるんで気をつけてほしいのと、あとサロニアさんのアイロンはまあ、縮毛矯正とかでちょっと使うのあるかもしれないですけど、温度結構100分30秒で上がったりとかするんで、めちゃくちゃ値段も安いですけど、このサロニアさんのアイロンとかは確実に温度が上がってくれるんで、1分30秒で結構いいかな。うん、スタイリングとか安くてね、ただ一般の方で自宅で、家で使いたいって言ったらいいんじゃないですか、これでも。はい、まあなんかサロニアさん反対意見の人もいるかもしれないんですけど、結構的確な温度設定になってるんで、まあ温度を上げすぎなければ大丈夫かなと思います。はい、まあ、海外で製造されてる商品がね、アジアとかで製造されてるとか、日本基準で作ってるものはいいんですけど、そうじゃないものって温度の上がり方とか、その国によっての電圧とかで変わってくると思うので、
やっぱりちょっと実際に検証してみないと分かんないなっていうことで今回検測してみました。まあ皆さん参考になるか分からないですけど、もし参考になればこのような動画も撮っていきたいと思いますので、皆さん応援と、チャンネル登録いいねをよろしくお願いします。今回どうもありがとうございました。